オリンピックの開催に賛成します。東京。うおー、あの頃の感動を返してほしいですよね。どうも、ケツアシロです。まあ、条件付きで、賛成かなっていう。こんだけ長いこと待たせてね、結局、中止にすんのかよっていう、ことにもなりかねませんので、しかもそんなことは置いといてよ。そんなことよりも、中止してしまったら、違約金払わなければならないわけですよ。何億円というね。何百億かな、そんぐらいするらしいですね。で、それ払うぐらいだったらもういっそのこと開催しちゃおうぜ、イエーイって思っております。東京都民の皆さんは、申し訳ありませんけど、耐えてください。でもね、そう思うねんけど、結局さ、海外の人がいっぱいこっち来たとして、ね、それで感染拡大します。なるかわからんけどね、うん、なるかもしれんやん。大いにあり得るやん、その可能性は。で、もう正味、ワクチンもできてるし、で、お年寄りだけ、お年寄りの方はちょっと本当に、命に関わることなんで、外出制限してください。その時だけは。というか始まる前にまず都民の皆様から、優先的に、ワクチン接種を行ってください。それすれば、開催できるんちゃうかなっていう。うん。結局、かからなければいい話だし、かかっても重症化しなければいい話だから、やってよくねっていう。その代わりやねんけど、店開けろ。ああ。頼むわ。頼むから店開けろ。緊急事態宣言？わかったから、店開けろ。頼む、本当にもう。本当に開けて。困るの、本当に。マジで。あ、今ちょっと年頃な関係になってる女がおんねん。今、年頃な関係になってんの、そいつと。で、なんか、飯行こうやってなってんの。で、空いてなかったらどこで食うのって話やん。ねえ、マック行くんですかって。違うでしょ。お酒いるでしょ、お酒が。お酒が飲む年頃でしょ ?24 歳ですよ、僕も。相手もそんぐらいやし。頼むわ。もう、じゃ、持てへんねん。わかると思うけど、もう持てへんねん。やっと掴めるチャンスなんだよ！切実に言うてんの、俺、切実に。思てんの。ねえ。お願いやからも。吉村。お願い。神様の言う通りにして。神様の言う通りにして！お願いしてんねん。手合わせてるやん。お前、神に抗うなよ、マジで。